武井デミコーテンチャンネル見ていただいてる方どうもありがとうございます。今はちょっと風呂上がりでバスローブを着ておりますが、今日はね、ちょっとギター持ってね、久しぶりにちょっとなんか、ギターを持ちながらなんかちょっと喋ろうかなと思っておるわけなんですけど、まあ今ね、いろんな、まあ、アーティストの人が、こう、いろんな、曲を出したりとか、パフォーマンスを見せたりしてますけど、最近僕が一番気にかかってるのは、もう、ね、そら、僕ね、これブレイクする前からね、ああいう TikTok とかでちょっと気になってて、やっぱりブレイクしたなっていうのが、新しい学校のリーダーズ。なんなんや、成長というか、一気にこう最初の頃ね、まあ、そのベースとした形はなんとなくできてたんですけど、そこまで今のパフォーマンス性はなかったんですよ。ほんで、大阪の梅田かなんかで、なんか駅前のところの野外ステージの上で、なんか、誰かのなんかの中の一部で出てた新しい学校のリーダーズの映像を見たんですけど、それはもうやっぱり踊りとかそういうのも綺麗はないんですけど、なんかすごく、未来に満ちた、すごくこう才能に満ち溢れてる、なんかこれ原石がもう今にも光りそうな感じのグループやなっていうのを俺はすごく感じてて、特にあのボーカルの鈴鹿ちゃんのあの成長ぶりがすごいですよ。子供の頃からなんかああいうこうちょっとこう昭和歌謡チックな歌い方って、ちょっと拳を入れるというか、ああいう歌い方をちょっと大人ぶって歌ってたのが、本当にこう、10代の16、17ぐらいになってきて、それがだんだんそれがちょっとこう、なんか板についてきたパフォーマンスっていうのが、すごく俺は、そら、やっぱり代表的な曲は、大人ブルーという、あの歌ね。叶ってる欲しいんでしょう、つややかなこの唇、やわなおう男たち引き寄せる息をのう、無ほどに甘い蜜、わかってる欲しいんでしょう、二度見するこの体、汗ばむ街一人歩けば、みだらな視線が絡みつく、心だけが先走る青いつぼみのまま、大人ぶる。まあほんで今ちょっともう一個気になるのはね、笑いタレント武井てる彦が歌ってるね、オリジナル曲おっさんおっさんどこ行くねんって、これがまたね、なんか作ったどういう風に作ったかっていうのをちょっと聞いてみたら、まあ子供の頃近所の公園でジャングルジムの上でこう遊んでて、ほんで知らんおっさんがこう通った時に、おっさんどこ行くねん、どこでもいいやんけというそのおっさんのやり取りをまあ歌にしたという非常に素晴らしい曲なんですよ。なんかいい曲で、すごく、でもなんか切ないんですよね。切なおかしいみたいな。近所の公園で右手に食べかけライダースター、ジャングルジムのトップで一人たたずむ、公園抜ければ小さな書店街、時々出くわすおっさんに言うのさ、おっさんおっさんどこ行くねん、どこでもええやんけ、おっさんなぜか嬉しそう、歯抜けの笑顔は眩しい、おっさんおっさん
み上げれば燃え上がる茜空、いつものさんがジャイアンツ帽子をかぶって千鳥足でこっちへ来る。おっさんおっさん、その帽子どこで買うたんや。どこ行くね。これね、俺絶対ね、売れると思うよ。もう非常にね、なんなんやろ、メッセージ性があるというか、ほんで、この、聞いたら、一回聞いたら頭からこう離れへんというね、この曲がやっぱりちょっといいんではないかと思いますけどね。それでね、こう昔の歌で、あ、これかっこいいなって、いうのが、あの、あずさみちおさんの二人でお酒をっていう。そのあずさみちおさんってこう、座ってるステージの上で、ほんであぐらかいて、ほんでこう、歌うんですよ。それがなんかすごくかっこいい。こう、もう手でこういうふうに、恨みっこっていう。あれがちょっと渋いなぁと思うんですよ。恨みっこなし別れましょうね、さらりと水にすべて流して、心配しない、一人きりは子供の頃から慣れている。それでもたまに寂しくなったら、二人でお酒を飲みましょうね、飲みましょうね。別れましょうね、こうなったのもお互いのせい、あなたと私は似た者同士、欠点ばかりが目立つ二人よ、どちらか急に寂しくなったら、二人でお酒を飲みましょうね、飲みましょうね。いいね。
まあ先日お亡くなりになられたあのモンタンドブラザーズのモンタヨシノリさんね、73歳かな、なんかそういう若さでお亡くなりになられてね、あの人大阪の箕面に住んでて、僕何回か僕も箕面に住んでて、こうスーパーとかでお会いしたことありましたわ。代表曲であのダンシングモンタさんね、ハスキー声でね、僕大好きでしたよ。この方あの北島三郎さんとこの事務所やったよね、俺知らんかったわ。やっぱり好きでしたね。あとね、僕水谷豊さん、今相棒のね、あの人が昔熱中時代とか熱中シリーズですごくドラマが当たってね、そのタイトルで歌った歌があるんで、僕ね実はねこの世界に入った時ね、水谷豊のモノマネを一番最初やってたんですよ。はぁ、そこの先生、はぁ、みたいな。はぁ、ららららら、みたいなね、あんまり全然似てないんやけど。でも結構水谷豊さん大好きで意識してましたね。あの時で、カリフォルニアコネクションという曲。ジグザグ拾った都会の街並み、振り向いた君の笑顔が揺れるよ、目が合えば遠く指さす、いつかは二人で行きたいのさ、例えば遥かな青い空を言葉を超えた愛もあるはず、熱く燃える季節が僕らの大好きでしたね、まあ今日はねちょっとね自分が気になるアーティストの曲をちょっとギター弾いてちょっと歌ってみました。やっぱり一番気になるのはお笑いタレント武井照之、このおっさんおっさんどこ行くねんやね、最高やね。